君と会った時僕の今日までが意味をもらったよ。頭良くないけれど天才なのかもしれないよ。世界がなんでこんなにも美しいのか分かったから、例えば曲がり角その先に君がいたら、そう思うだけでもプレゼントを開ける前の気分、泣いていても怒っていても一番近くにいたよ。なんだよそんな汚れくらい丸ごと抱きしめるよ。ばかりでも君といる僕が一等賞、僕はこれがいいんだ、何と比べても負けないんだ。世界はシャボン玉で運よく消えていないだけ、すぐ素直になれるよ、それができるようにできている。天気予報どんな時も僕は晴れ、君が太陽、この輝くのはきっとそういう仕掛け、もう一度起きたら君がいないかも、声を聞かせてよ。喧嘩のゴールは仲直り、二人三脚で向かうよ。いつの日か抜け殻になったら待ち合わせしよう。今日までが意味を